く集まってくれた。まずは懐かしいものでも見ようじゃないか。ベルシテスガーデン、総統の秘密の隠れ家だ。君の栄光の時だな、ジェファーソン隊。ナチスをやる時はいつだって俺の栄光の時だ。奴らはボールケンブルクのそばにフェルメールを飾ってた。どっちもオランダ人だが、時代を分かっちゃいねえ。オリビア、君の調査でフランスのコレクターたちから盗まれた6000点もの作品が見つかったんだ。ナチスは多くのものを奪いすぎた。あれは人々のものよ。メルカース岩塩鉱の件もすごかったな。ああ、俺の功績なら拍手はいらない。またはした金で人をこき使おうってつもりなら断るぜ。割に合わねえ。考慮しておく。今回の作戦だが、ミッテルベルクで行われる。フィッシャー博士、10日前、情報を受け取ったの。忠誠心が揺らいでいるオーストリア人科学者からの機密文書。それには秘密のバンカーの位置が示されていた。シュトラーブ博士とリヒター中将が集めた得意な作品がそこに。それが何であれ、ある種の実験に用いられている。つまりあなたもよく分かっていないんでしょ。とにかく異物を手に入れろ。それ以外は関係者以外極秘だ。ちょっと待て、おかしくないか。俺は降りるぜ。聞いてないぞ、こんなの。全員そうだ。聞きなさい。あなたたち同様、私にも使命があるの。危険を顧みず貴重な情報を届けた科学者を救い出すこと。クラウス・フィッシャーを。弟なの。なあ、コトヒンはともかく救出なんてごめんだ。頑張れよ。何なんだ。だから言っただろう。こいつはヤバいって。何？これは何？クラウスの言ってた奇妙な装置？傷が塞がった。あの兵士、なんで生きてるの？あの家は見覚えがある。グロエステンの家だ。町までもう少しね。またあの壊れた兵士たちが。ナチスは武器庫を開けるために死者のエネルギーを利用してる。なんとも効率的ね。
奴らは波のように来る。しかもどんどん増えてる。街はもうすぐだ。みんな無事だといいけど。ああ、それにクラースも生きていればいいけど、すぐに行くからね。